短い時間ではありますが、ぜひ楽しんでいっていただければと思います。優しい面が、あの、日向さん控えてる部分が一つあるんじゃないかなというふうに思います。日向子、いつも私の味方でいてくれて、応援してくれて本当にありがとう。でも私たちは母子の背中から当たり前に愛情をもらって育ち、自然と私は母子と結婚式で一緒に歩くことが夢になりました。今日その夢が叶って私はすごく嬉しかったけど、隣で母子はどんな気持ちでいたのかな。主に母子、本当にたくさんの愛情をありがとうございました。でも主にと母子2人のように家族を大切にする気持ちを忘れず、一歩ずつ高博さんと歩んでいこうと思います。これからは美奈子さんを支え、助け合って幸せな家庭を築いていきます。